今日午前、苫小牧の道道交差点で白バイと大型トラックが衝突し、白バイを運転していた30代の男性警察官が死亡しました。道路の中央付近で大破した白バイ、周囲には書類などが散乱しています。今日午前9時前、苫小牧市柏原の道道静川三沢線の交差点で、道道を直進していた白バイと交差点を右折してきた大型トラックが衝突しました。警察によりますと、この事故で白バイを運転していた30代の男性警察官が病院に運ばれましたが死亡しました。トラックの運転手に怪我はありません。現場は道道と国道234号線に接続する道が交わる交差点で、警察は事故の詳しい原因を調べています。